皆さんこんにちは。中島ナビ塾の中島です。この動画は私が開発した速読法、30分で本を読んで2分間紹介するポストイットリーディングを実際にこの動画の中で用いて、本を読んで30分で本を読んで2分間紹介する動画です。いつもはですね、いつも撮影している場所とは別に今日はビジネスホテルに来ております。出張で来てまして、出先の場所で撮影できるのかなという実験も兼ねてやっております。なので若干光の加減、こっち側に窓があるんですけども、光の加減であったりとか、狭いところであんまり距離が取れないので、このような感じになっておりますが、まあやってみてどうなのかなっていうのも、楽しんでいただけると嬉しいです。今日紹介する動画はですね、こちらになります。この2つ、何年前ですかね。これでいくと2003年に初版が出ておりまして、それが、改訂された形で2016年にこちらの方が出てます。こっちは絶版になってるかなと思いますので、興味がある方はこちらの方を、読んでいただければと思います。で、今日これを読むんですけど、潜在能力でビジネスが加速すると、でポール・シーリー博士が書かれていて、今泉敦子さんが訳されて、この神田正則さんが監修されている本です。この、タイトルから見てですね、若干の怪しさとかいろいろ感じられる方もいらっしゃると思うんですけども、私がとても好きな本の一冊になりますので、今回これを読んで紹介していきます。で、いつもと違ってですね、カメラの向きを変えます。ではですね、今回はこの状態で、読み進めていきます。30分セットしまして、スタートです。はい、時間になりましたので、本を読むのをやめて紹介していきます。こうしたらいいかな。紹介はこの形で紹介していこうかなと思いますので、ちょっとタイマー見えないんですけども、2分間セットして、本の紹介をしていきます。はい、では始めます。今日紹介する本はこの神田正則さんの、潜在能力でビジネスが加速するです。この本を一言で表すタイトルとしてはですね、自分を知るためのガイドブックっていうふうに言えると思います。中に書いてあることはですね、いわゆる心理学的な部分が多くあるんですけども、そうですね、それこそ私がこの仕事する前、やり始めの頃にこの本を知って、こっち側の緑色の方ですけどね、知って読み始めて、すごい自分の土台になっているなっていうのを今読んで改めて感じました。もちろんこの一冊で全てが解決する、加速するわけではないんですけども、自分の中のそういう心、心理的なもの、自分自身を知るための土台の知識として、これはとても効果的で、ぜひ読んでいただきたいと思います。特にですね、大きく分けると3つありまして、マインドセット、自分の心、自分自身っていうのをどういうふうに捉えるかっていう部分と、あとはその、行動のアクセルとブレーキ、
やりたくてやるっていうこともあれば、やりたいけどやれないっていうこともあるよねっていうところ。あとここにも書かれて、ここだ、書かれてここか、はい、ナチュラルブリリアンスモデルっていうのの紹介になっております。まあ内省、要は自分自身で、自分に問いかけ質問して、それに答えていきながら、そして自分自身で行動していく、まあ内省とかセルフコーチングとかっていう言い方になるわけなんですけども、そのやり方っていうのが丁寧に書かれています。正直この一冊を読んで、その通り行動できれば、中島の仕事はなくなってしまうよねっていうぐらい、深く書かれている本です。はい、ただですね、正直、これ普段そういう心理学であったりとか、そういった部分について学ばれている方であれば、すごい、納得感とかあるだろうなっていうのもあるんですけども、お2分です、もうちょっと続けます。まあ、普段の学ばれている、今までにも学ばれてきた方、実践してきた方にとっては納得感が高いんですけども、そうでない方にとっては、この一冊だけではなくてですね、他にも有理論とか、あとその抽象度っていう概念もありますので、それに見合った本っていうのも、合わせて読んでいただくと、より理解が進んで、そうですね、まあここにも一番書いてあるんですけど、理解してもというか理解するためにはですね、行動するしかないんですね。実際にここに書かれていることをやってみて、そしてどうなるのかっていう自分自身で検証していくことっていうのがとても大切になります。そうですね、今言ったその有理論とか、抽象度に関しての本っていうのは、コメント欄、違う、この動画の、紹介のところにリンク貼っておきますので、ぜひそれもそちらの方も、ご参、 Amazon のリンク貼っておきますので、その内容とかご確認いただければと思います。でそれらの本についても、今後紹介していきたいなというふうに考えています。どうでしたでしょうかね、今までとはまたちょっと違って、で今回あえてその手元、中島がどういうふうにやってるのかっていう手元の部分も、撮影しながらの、今回の動画でした。はい、今回ご視聴ありがとうございました。また高評価、チャンネル登録よろしくお願いいたします。ありがとうございました。